院中京大中京、2回戦修学館、3回戦聖光学院、準々決仙台育英、準決勝天理。打率6割9分6厘、23打席16安打、ホームラン6本、17打点、出塁率7割4分1厘、長打率 1.652、OPS 2.315、三振0。ネットの声、強豪狩りは楽しいか？対戦高校がヤバすぎる。甲子園に出る高校の8割名門定期。ベスト4にいてもおかしくない相手ばかり定期。勝つたびにさらされる中京大中京の監督。彼のおかげで、今の中村があると言っても過言ではない。交流中村くんが名門からしか打てないって本当ですか？幻滅しました。チェコからも打てる清宮くんのファンになります。将来阪神キラー不可避。この程度じゃ、世界にしか通用しない男になりそうだな。小林かな？強豪以外では温存しているんやぞ。これはドラフトでも強豪不可避。なんだ、ただの化け物か。これはドラ1不可避。明日の花咲のエースから打てりゃ本物やろな。強豪狩りをする中村。つまり、代表では今以上に活躍できる。速球の後にチェンジアップが来てもバットが止まる。小林に教えてやりたいくらい。あ、これ書かないで。新井隆太 OB 兼阪神にしといてください。選手をめったに褒めない中井哲之監督55も冗談交じりに中村を称賛した。土畜生で草、同時に2人煽ってて草、ほんまに草生える。小林2世とかいう別称ほんとかわいそう。小林や仙台中村と呼ぶことにしようや。小林も嬉しいはずやで。前代未聞の難癖で草。これは WBC 限定選手やろな。強豪戦の中村。中村くん、猛虎魂を感じます。正直、今年は投手があれだからな。こいつのどこがやばいって。甲子園に来て一度も三振してないこと。三振率低いバッターは絶対プロでも通用するぞ。これは小林2世。